30分ぐらいだけやります。寒い、今日寒い。今日久しぶりにコート着ました。コート肩が重くなるから嫌いっていうか苦手なんですけど、いや苦手っていうか最近はちょっと着てなかったんですけど、今日寒すぎてコート着ちゃったよね。いやびっくりするぐらい寒かった。この間まであったかかったじゃない、まあ2日前とか3日前とか。だから暖房も消したのよ。そしたらその次の日とかに寒くなりました。もうつけないって決めたのにもう寒くなっちゃってどうしようかなっていう気持ちでございます。30分やるから38分まで。最近晴れてる日わかる、ずっと雨なんだけど傘なるべくさしたくないんだよね。というか濡れたくないんですよね。だから雨やめてほしいんですけど、誰かやめられませんか。わ、超能力それにすればよかったね。ないですとか言ったけど本当になかったし、超能力なんてちょっといらないなって思っちゃって誰か雨降らせないようにしといて。でもね、農家さんとかは雨が降らないと成り立たないから無理ですけども、超能力なんかいらないつまんないですよね。逆に皆さん何が欲しいですか？超能力。いや、私もいろいろ考えたんです。なんか人の気持ちを読み取る力とか、なんか暗記できる能力とかいろいろ考えたんですけど、なんかどれもいまいちピンとこなくて、私の気持ちが知りたい？みんな私の気持ち知ったらさ、なんか大変なことになりそう。わっ！ってなると思うそんな人の気持ちなんて分かんない方がいいんだよ。分かんないぐらいがね、生きやすいです。分かりすぎたらちょっとめんどくさいことになりそうじゃないですか。超能力ね。でもいるんですかね、わかる人。
世の中いろんな人いるからいそうな気もしなくもないですけどね。この人は今こんなこと思ってんだとか分かる人とかいそうだけど、出会ったことはない。渋井ちゃんへの気持ちが知りたい。渋井ちゃんへの気持ちはもう本当に可愛くて大好きです。もうラブって感じ。渋井ちゃんね、私とリノと話すときは普通におとなしく、おとなしいっていうか、もう普通になんか接してくれて、そんなへんてこな姿を見せてくれないんですけど、楽屋とかで同期と話してるときはめっちゃなんかへんてこなんです、渋井ちゃんって。可愛いよね、本当に。なんか可愛すぎてびっくりしちゃう。瞬間移動ね、瞬間移動も、瞬間移動は欲しいかもしれない。歩くのめんどくさいからね。確かに皆さんからしたらそういうどこでもドアは必要なのかもしれない。だってね、もういろんなところを行き来してくれてるから、すごい。わあ、でもそっか、どこでもドアあったら私も東京帰れるのかって思ったら、どこでもドアは必要かもです。なんかゴミついてるんですけど汚っ。黒だから目立つ。海外とか行けるもんねって思ったらいいですね。そこまですあれだったらドラえもんが欲しい。確かに通えちゃうね。ドラえもんいないかな。私押し入れの中怖いんですけど、入れない、なんか怖くて入ったこと、うん、ある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 。のび太もおまけについてくれるのび太いらないかもしれない。のび太いらない。私専属ドラえもんでお願いします。こんばんは。
そう、今日帰ってからあショールームしようと思ったんですけど、いや待てよ、今パジャドラやってると思って、ちょっとまあ眠気を我慢して、あのお風呂ためてやりました。明日もやろうかなと思ったんだけど、明後日が昼公演じゃないですか、だから絶対寝ちゃうなと思って今日やりました。髪も可愛いしね今日。これはタワーですか？ちょっと待ってね。ニコラスさん、タワーありがとうございます。ありがとう、本当にこんな、なんかもう公演終わりのボサボサ配信なのにありがとうございます。私ギフト投げたことないんですけど、まあ当たり前に投げたことないけど、これってちゃんとあれですよね、なんかちゃんと投げるぞって言って投げてくれてますか？みんななんかさ、変なところをしちゃって、あ手が滑っちゃったみたいなことはないですよね、ちゃんと。金曜ロードショー、私シング見たことある気がする。シング、シング私見たことあるかも。アニメとかあんま見ないんですけど、シングだけは映画館で友達と見た気がする。ない？よかった。もう本当にそういうことありそうで怖いんだから。ありがとうございます、皆さんいつも。いや、怖ない映画ねあるんですよね。痛くて痛くて。大きくなりませんように。これは噛んでもなくできたコーナーだから、ストレスか、まあ傷ができちゃったかです。声お疲れ様、とありがとう。明日も、あさっても頑張ります。タタ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 何の曲？の曲。なんでできたんだろうね。わかんないんだよね。今日公演終わりに気づいた。なんかあると思って。痛い。口内あるだけでさ、話せなくなる。
カメラ席。うわ、ありがとうございます。あの半目だけは乗せないでください、お願いします。ほんと一生残るからさ、半目とか。これ可愛いって思ったやつだけあの皆さん乗せてくださいね。カメコ撮ってくださる方はたまにいるんです、本当に。みたいな、もう本当二度見してしまうぐらい、いやこれ明らか事故がやろみたいな、あるんですよ。しかもタグ付けしなくていいよっていうぐらい、なんか半目とか後ろでちょっと写ってるとかブサイクな写真でもなんかタグ付けつけてくださる方はいるんですけど、本当に後ろで写ってる事故かとかだったら全然もうタグ付けしなくて大丈夫です。もうほんとそのメインの子だけをタグ付けしてあげてください。みんなストレスがあるので。そんなことないですよ、そんなことないです。なぶかゆ、さやまる関さんも誘ってあげてください。私誰も誘わないかな誘わないし、誘える人本当関さん、さやか、マリーノ、いぶき、まあ同期とかくらいしかいないかな。ドラさん揃ったところみたいな、もう見れないんですよね。わかんないけどね。もうほぼ巻きも取れて。みんなが、トラさんみんながいるときに、そういう若い子だけでコンサートをしたかったですよね。っていうのはありますよ。トライアルか、右巻きと左巻きどっちが好き？こっちの方が取るの多いけど、たまにこっちも取る。でも好んでるのはこっちです。でもその人によってさ、メンバーとか聞き顔が同じ人とかいるから、そういう人がもしいたら、まあ、全然こっちでも取るよぐらいのテンション。まあ、絶対っていうわけではないですけど、まあ、癖でもこうなっちゃう、よくないよね。まあでも踊ってる時にどっちかっていうのは本当ほとんどないかもしれない。写真はあるけど踊ってる時とかは全然気にしてないです。私さ、なんだっけな、あ、高校の
写真とか撮るときにこうまっすぐ見てたつもりだったんですけど、でも若干こっち向いてたらしくて、カメラマンさんに今顔こっち向いてるよって言われたことある。だからなんかまっすぐが正面がね分かんなくなるとき、無意識にこうしてるらしいです。でも一応そういうプロフィール写真撮るときはまっすぐこっちこっちでどっちも撮って笑った顔、微笑んでる顔、歯出して笑ってる顔っていう、まあ5パターンぐらい撮るんですけど、まあなんかこうすまし顔が2連続で続いてますね今のところ。こうなんか顎引いてこういう顔が、ちょっと2個3個前とかはこう笑ってるやつだったけど、一昨年ぐらいからこういう顔です。4月13、富士アメリカお待ちしてます。3連休だからね、皆さん普段来ない、来れないよって方も多分来てくださってたみたいで、ありがたいです。まあでもパスポートは別にそんなしょっちゅう使うわけじゃないからまだいいけど、そのまあ今は全然もう経験しないけどさ、あのあれなんでしたっけ、学生証とかはもう本当にさ、その顔がちょっと自分が気に食わなかったら、それこそそんな私たちなんてプロフィール写真だってさ漏れてなかったりとかしたらもう1年間変えられないわけだから、撮り直しもできないし、ああ1年間これで過ごさないといけないのかってなるんですよ。もうだって世の中に出てるし、それが全部いろんなところで使われるわけだから、確かに免許取ってる方とかだったら気合入りそうですね。よくしないとってなるか。そういう写真、大事な写真とかはなんか緊張するよね、撮るの。プロフィール写真はその撮った時に、まあ、何枚かバーって撮るじゃないですか。撮った後に自分でこう何個か、まあ、何個かっていうか本当パッていいと思ったものをいいねのボタンをつけていくんですけど、そっから厳選して、大人が厳選して、まあ、5枚ぐらいを選んで、なんか見て選んでくださいって言って選んだものです。まあでも全部任せる人もいると思います。その大人が勝手に選んでくださいっていう人もいると思うけど、
まあ、基本はそのやり方ですね。でも私は本当にもう分かんないのよ、自分の顔を見すぎると。その撮った時とかこう全部分かんなくなっちゃって、なんならあーってなるんですよね。可愛いって別に思ったことなくて、この撮ってる時にいいね押す時にあーって思いながら、こうもう何でもいいやっていう気持ちなんですけど、仕方がないなっていう気持ちでやってるんですけど、しかもねちょっとねその時撮った時と、まあ、出来上がった写真とか色味が違ったりするから、あれこんな顔してたっけってなる時もあるから、まあ難しいですよ。納得いくプロフィール写真撮ったことないかもしれない。去年いつ頃撮ったっけな。でも夏ぐらいに変わりましたよね。だから今年も夏とかなんですかね。まだ何も知らないですけど、髪が短いんだよなこの時。アプリ使いたいけど、まあ潜在写真ぐらいね、ちゃんと無加工で。肌とかどうなんだろうね。これ私たちは何もさ修正とかしてないから。大人の方が、あ、でもクリナちゃん歯ついてんのか。だったら肌とかやってくれてんのかな。歯ついてるってちょっとパワーワードすぎん。身長変わってないかな。私161ある時と60の時があるんだよね。本当ね、その日のコンディションによって違うんですよね。まあでも入った時は159とかだったんで、まあ、2センチぐらいですかね、伸びたぐらいかな。撮ってないよ今年全然。あの去年の話です。全然撮ってもないし、いつ頃変わるかも知らないです。でも去年が夏とかだったから、まあ今年も夏とかなんじゃないでしょうかっていう私の予想です。え、そう、寝た日はね伸びるんです。中学生の時さ、インフルとかで1週間絶対休まないといけないじゃないですか。でその時にまあずっと寝るから、久しぶりに学校行ったら、え、なんか身長伸びたって言われた。まあでも中学生の時だから伸びるのは普通かもしれないけど、でも確かにその自分のロッカーと背比べた時にちょっと高くなってたの。だからね、ほんと人って寝ると身長伸びるし、あと姿勢をちょっと良くするだけで本当に伸びます。 0.5 センチって結構大きいじゃん。だからそんぐらいは伸びる気がする。
0.5mm とか 0.5mm だ。まあでも 0.5 とかじゃなくても姿勢をちょっと良くするだけでいい気がする。TGC ね、出たいですよ。 TGC に限らずですけど、いろんなそういうランウェイのやつとか。いや、姿勢をね、直さないといけないんですよ。あとは何？今の若者私が言うなって話だけど、今の若者はその携帯でこう首がこうなるから、こうだからキュッてやんないとダメなんですよ。ストレートネック、なりがちじゃないですか。めっちゃ汚くなっちゃった。ストレートネックでなりがちなんですよ。え、携帯見すぎると目寄っちゃうんですか？やだね。離れさせよう。こうできないけど頑張ってこう目を交差しないと。でもぼーっとするとさ、目がさ、本当に偉いところを飛んでいくんでなんか本当にダメな人間になっちゃう。これちゃんと視点をこう合わせないとダメなんですよね。自分でわかる。目がちょっと悪いのもあるんですけど、なんかもうこういろんな方向行っちゃうんです。みんな一緒かな。まあ一緒だと思う。まあ嫌だね、寄り目のあるの嫌だ。確かに、ずっとこいつしたらあるか。今日も最高に可愛かったよ。ありがとう、嬉しい。猫背ダメ。猫背、首、まあ姿勢ですね。猫背とか、まあトータル姿勢。姿勢を良くしようっていう話です。ちょっと今年の抱負は姿勢良くしようにすればよかったな。4月のコンサート、当選案内来ました。みんな来てくれるかな。まだ何するか全然知らないけどさ、まあおそらく何て言うんですか、普通のコンサートよりは多分
見える位置にいると思うので人数が減る分ね。え、言葉遣いよくするのやめてないですよ。やめてないです。福岡市民会館かな、待ってますね。ね、思ったラジオでさ、なんか企画あなんかできてたんですけどいじられてますこれって。いやでもめっちゃ楽しそう、私ちょっと楽しみだなと思ったし、勉強にもなりそうだなと思ったから。やっぱ大人になって勉強することってなかなかないんですよ。でもこういうのをきっかけにね、常識を知っていこうということですよ。そういえばこの間の DMM コメントは4人でした。もも局メンバー、ね、楽しみですね。皆さんなんか思いついたものがあったら送ってください。質問とかまあいろいろそれが読まれるかは分かんないんですけど、まあいつか読まれる時が来るので、お待ちしておりますね。まあみんな読むことはできないんですけど、採用されるかもっていうのを送ってくださったら嬉しいです。誕生日とかがねあったらね送りやすいですけどね。でも最近なんかあったかな、まあ、公演とかお話し会とか。でもお話し会のことも結構喋ってるからね、難しいよね。あ、だからレイヤちゃんのファンとかだって、あ、でも私の会議かわかんないけど、まあ、センターおめでとうメールとか。でもあの読んではいます、全部もらう、何いただいた分は読んではいて、まあ、厳選されてる場合もあると思うんですけど、そのスタッフさんから渡されたものは全部読んでそこから決めさせていただいてます。みんなねでもいっぱい送ってくれるんですよね、本当にありがとうございます。私ラジオのさそういうの送ったことないからさ、難しそうだよね。
ってことでもうすぐ終わります。もうすぐ収録してくるので送ってね。読みます。13位大輔さん、12位キキちゃんさん、11位かなぴちゃん、10位1たす2はさん、9位さおちゃん、8位がおさん、7位かさっぴさん、6位原始人さん、5位はなぴーさん、4位としさん、3位謎の長老、あとさし指チル箱押しさん、2位 HKT 超絶おじさん、おじさんさん、おじさん、おじさんさん、おじさん1位ニコラスさん、ありがとうございました。では終わります。明日も明後日も公演があるので劇場に足を運んでくださる方は劇場でお会いしましょう。ではバイバーイ、おやすみー。